はい、今回はこの約2年前の冬に採集してきまして、潮溜まりで採集したんですが、長いこと家族同様に飼っておりました。よく懐いていて、虫餌も食べるのですが、むしろ固形のペレットの方がよく食べる個体でした。本日亡くなってしまったので、供養の意味も込めまして動画魚類図鑑の一員とさせていただきます。永遠に残してあげたいと思います。銀ユゴイ、スズキ目ユゴイ科ユゴイ属に属しまして、ユゴイ科をフラッグテイル、まさしく旗のような尾びれをしております。ユゴイ科の特徴としまして、超楕円形の体、それと大きな目、それから背びれが一気で軟上部とつながっており、ここに深い結骨があります。この深い結骨から後ろが軟上というわけではなくて、この最終局が軟上の方、深い結骨よりも後ろにあります。それと背びれ軟上部、尻びれ軟上部の規定の長さが同じぐらいというのがユゴイ科の特徴です。あ、この銀ユゴイ、銀ユゴイはやや尻びれ規定の方が長いです。もう一つユゴイ科の特徴として、この背びれ規定の鱗、それから尻びれ規定の鱗、これが鞘状になっておりまして、鱗鞘と言います。鱗鞘、鱗の鞘です。わかりますかね、こう収まるようにこうなっております。鱗鞘です。これが鱗鞘です。軟上部の方にもあります。ずっとつながっております。軟上部、後方、後端付近、このような形でなっております。輪鞘、輪鞘の後端部、まあこのような感じですね。これは尻びれ、尻びれの輪鞘を分かると思います。まあ収まる鞘になっております。鱗鞘のある魚はいつもかっこいいなと思うんですが、これは鱗鞘というものです。で、背部が青みがかった銀色で、まあ側線付近から下がこのような光沢のある銀色ですね。これが特徴です。で、胸びれは透明です。尻びれも透明です。尻びれも白目がかってますが、まあ、半透明、これも、まあ、厳密に言えば白目がかった半透明ですが、あと背びれ、背びれは、極が10本です。10極あります。結骨までが9本、その後に1本あります。この角度から見ると背びれが、背部が青みがかって綺麗ですね。で、背びれ軟上部、まあ極上部もちょっと不鮮明ですけど、円辺付近が黒い、黒みがかかる傾向があります。で、あと規定部近くの部分もこのようにちょっと黒ずんでる、特に軟上部黒ずんでる傾向があります。炎上のみが黒くなってますね、このことで。それから尾びれ、尾びれの模様ですが、基本的にはこの真ん中に黒色渋滞、これが普通あることが多いです。通常はある個体が多いです。で、この個体ももう少し前まではその通常の模様をしておりました。で、上下対称の2本ずつの車体があります。黒色車体があります。で、合計で5本の黒色体ということになります。
それが通常の多くの個体の模様です。通常パターンです。時々ちょっと変わった個体がいまして、このように真ん中がなかったりするのもたまに見かけます。この個体は少し前に尾びれが変わったなと思っておりましたら、死んでしまったんですが、この尾びれの模様の変化は何だったのかなと今でもちょっと謎です。5本の黒色体が基本で、白で言えば白い部分がこの末端、それからこことここで、6本あるわけです。黒色体が通常5本、それがパターンです。稚魚、幼魚、小さい個体ではまだ5本の黒色体が出来上がってないところから、だんだん5本の黒色体になっていくようです。それからあと特徴としまして、口の部分、口がちょっと受け口なんですね。受け口でちょっと目から上を向いております。で、飼って飼育しているときはそれが、顕著に分かるんですが、ここを見るとちょっとそれほどでもないく見えます。で、先端と下の後の先端ですか、ちょっと黒いです。これ特徴です。あとこことここの部分とここの部分に皮膚があります。ちょっと目立たないんですが、主細外骨骨ですね。これとちょっとうまくつかめないんですが、ここにあります。2曲あります。それが歯の特徴です。ということで、銀ユゴイを紹介しました。食性は主にプランクトン食性です。